どうも、ヨウさんです。ノーです。リーホー。ということで、今日は皆様、沖縄キャンプ動画いかがでしょうか。このキャンプ期間中なんですけど、久々のプロスピエ、なんでこんなキャンプ真っ最中にプロスピエの動画を出したかって言いますと、プロスピエ界隈報告したいことがあったんです、僕。ということで、まずはこの VTR からご覧ください。はい、どうぞ。まあ、投手陣はここ欲しい選手、はい、金子千尋で、あとはやっぱ秋吉選手、ああ欲しい、抑えにちょっと使いたいなと。めちゃめちゃ欲しいですね。ということで、見ていただきました。僕が以前スタメン紹介した時にこんなこと言ってましたよね。言ってましたね。この間の2000万ダウンロード記念、そのガチャ動画もう録画してあるんで、それをねご覧いただこうかなと思います。じゃあ見せてください。ちょっとこの奇跡を皆様と分かち合いたいと思います。ああいいですよ、まあ、ただの自慢動画じゃないですか。分かち合いたい動画です。やっていきましょう。やっていきましょう。ゴーファイターズ。はい、ということでね、はい、この2000万ダウンロード突破記念10連福袋の ×5、うん、5かな7、はい、いきますよ。雑だな。ほらほら、確定あるじゃん、 S 確定。ああ、はいはいはい。ホームランで逆転サヨナラ。おー、いけ、来るわけですよ。まあこれでね、まあ誰か S 当たったらいいなぐらいです。まあそうですよね、ここはね、ここはもうほら確定なんで絶対来るんですよ。まあこうやって B が来ますよね。はい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 。まあまあいつもの、そうそうそう、いつもの感じですよ。まあむしろこっち出てない感じかな、エースが出ないんで。あ、来た、確定。はい、あー、なるほど。中日の藤島選手、ここはこういった感じだったの。こんな感じです。もうこれ確定なんで、藤島選手確定ですよ、はい。まあどんどん行きましょう。これ2回目は来るのかな。あれ、これは確定だったかな。これ大丈夫なやつですか、これ。これはあ、だいぶ、これ確定なしですね。ああ、まあどんどん行きましょう。はいはい、はいはい、出ました、出ました、ありがとうございます。まあ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 、普通のね、ここら辺はまあこんな感じですよ。はい、まあちょっと運良かったかなぐらいの。次が3回目、そらく自チーム確定。うんうんうん、誰かは選べない。そう、選べない。なるほど。誰欲しいか言ったよね。え、ここで自チーム選手映ったってすげえ人数いるから。いや、そりゃそうでしょ。まあ見ててください。まあこれはもう当たりは確定だから。確定ですよ、 S ランク。誰が来るか。そう、そこが問題。まあ僕の引き見ててください。来ました。来てないよ。はい、そんな都合よく来るかね。でしょ。うん、まあ、まあ、次ですよ。はい、行きました、 S。 はいはい、秋吉選手。うわあ、すごい。やばくない、このピンポイント。欲しいとこ来たんだ。そう、これで抑えできちゃったんだ。抑えできちゃいました。シャッシャシャッシャシャッシャなっちゃうね、これ。なっちゃうんですよ。まあ次4回目はこれ確定じゃないから、うんうんうん、まあここはいいんすよ。さあさあ5回目。うん、これが S ランク選択契約書付き、まあ、確定ではないんで。あ、そうなんですね。選択契約書がプレゼントされる5回目。はいはい。あ、この今の10連が当たるってことではないですね。そうですね。はい。破れ、あ、破れた、破れた。おうおうおう。ってことは S 確定。S 確定ですね。ただ、自チームとは関係ないですね。関係ないですね、これは。そうですね。はい。うん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 。あ、確定でした。加藤選手が。もう何も知らない。思いっきり打ってきた。え、何これ。え、何これ。そう、加藤投手も当たった、そういえば。そんなことある。まあ、加藤投手はでも、前の持ってたから、まあ、こう、ランクアップという形で、新しく入れさせていただきます。はいはい、で、ここで、選択権があるんで、僕は小さま選ぶわけですよ。じゃあ、秋吉選手と、と小さま、ここ欲しい2人が手に入る。なんか、一緒に加藤選手もついてきた。ついてきた。先発2人と。抑え1人。これすごいね。まあここで、まあもちろん小さも欲しかったから、選択できるから、選んだわけなんですよ。はい、はいはいはい。よろしいですか？はいと。はい。
ああ、まあ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 。まあこれはもう小さな確定なんで。演出がしょぼくても全然大丈夫。そうです。エス確定だから、バリン行きますよ。うんうんうん。はい、バリン来た。はい、小さな。あ、来た。いやー、おめでとうございます。小さな。ありがとうございます。で、昔から持ってた S と、今引いた、自チームじゃない S、うん、他球団 S、うん、これを使ってですね、ミキサーをやったわけです。5人投入でミキサーをやったわけですよ。ミキサー行ってみます。はい、S ランク5人投入自チームミキサー。いや、贅沢だね。まあ、これも誰出るかわかんないですよね。自チームで。まあ、まあ、もちろんもちろん。ここでね、奇跡が起きたわけです。また？はい。もう、欲しい人出たけどね。出ましたよね。はい。とんでもない奇跡が、今ご覧ください、どうぞ。まあ、見てくれてると思うんですけど。はい。はい、来ました。さあ、まあ、ここはもう確定なんで、バリに行きます。誰？あ、チーさんも出たわけですよ。二人目。あ、そう。ええ。こんなことある。だったら、最初にミキサーやって、チーさんが出た時点で、俺は別の選手を選びたかった。まあそれが正直だよね。正直なところ。同じ選手が被ったらなんかいいことあるんですか？これはですね、レベルアップができます。ああ。はい。まあ良かったんじゃないですか、じゃあ。このように。限界突破ができるわけですね。うん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 。レベルの底上げができるわけです。ああ。ということで、チーさんは強くさせていただきました。すごいすごいすごい。はい。ということでね、このように、投手陣が、えぐい充実しちゃったわけですよ、いきなり。え、結局、加藤選手に、秋吉選手に、小さま二人。小さま二人。ええ。すごいね。欲しかったって言ってたピンポイント、二人一気に出るっていう、奇跡のスカウトでした。無料でもこんなことになっちゃうんで。本当に課金してないんですか？全く課金してないです。まあ今なら、全然、許します。いやいや、本当に地道にエナジーを貯めて、やらせてもらっただけです。それはこうなった。ただね、ワンボーロン選手も一発引きした動画出しましたけど、僕言ったじゃないですか。運使いすぎてると。ただね、なんか誰かが言ってた、運はね、使って減るもんじゃなくて、どんどんグレードアップしていくって。まさにこれがそんな気がしたんだよね。という検証も、含めた動画でしたね。本当ですか？ぜひぜひ、引き続き、はい、プロスピエ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは、りょうさんです。ありがとうございます。では、最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね。ファイターズのファンになって試合に行くと、こんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、りょうさんでした。ありがとうございます。